どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、久しぶりにこの愛車のベゼルの DIY というかカスタムというかそちらやっていきたいと思います。今回はですね、こちらをキャンプや旅行に便利な仕様にちょっとカスタムしていきたいと思います。で、お気づきの方はいらっしゃるかもしれませんが、もうすでにね、一箇所変わってるとこあるんですよ。それは一体どこでしょうか。こちらですね、ベースキャリア取り付けました。今回こちらはね、ディーラーで付けてもらいました。こちらね、ホンダベゼルの純正のルーフクロスバーです。部品番号が 08L04T7A の001というものです。部品代がですね、27,500 円に、取り付け工賃2,970 円で、合計金額が 34,70 円で取り付けることができました。まあ、自分で取り付けたりね、カーショップなどで取り付けたりするのも考えたんですが、安かったのでね、安全性を考えて木のホンダの方で付けていただきました。ここにね、載せるルーフラックというのがこちらです。カートのルーフラック、ルーフバスケットですね。購入したのは楽天の方で購入しました。19,800円やったものがクーポン付きで15,000円で購入することができました。こちらどんなものかと言いますと、アメリカ製のルーフラックですアウトドア用のルーフラックになるのかな。対応のクロスバーは丸型、四角型、あと楕円形、全てに対応しておりまして、今回付けてるのが四角、スクエアのキャリアベースなんでね、これにも取り付けができるということですね。サイズとかはサイト見たら書いてあるんですけれども、外の箱の大きさ一回測ってみます。短い方が 66cm、 長手方向に103cm、 厚みが 20cm と、結構ね、この梱包の箱自体が大きいので、取り付ける場所をまた変えて他のところで付けたいなという方は、ベゼルでギッチギチでした。なんかこれ、それ以上小さい車やと何か積み方を考えて、もしくはバラして積んでいく必要がありそうです。でちなみに重さなんですが、どれぐらいだろう、10キロぐらいですかね。また調べて書いておきます。それではね、中身の方を確認していきましょう。組み立て式になってるんで分かれてます。前の部品と後ろの部品と、こちらがね、風よけの風防ですね。これがね、ルーフキャリアとベースをくっつけるジグの一つです。で、あとこれもそうですね、小物けネジとか、これはカバーですね。これが後ろ、これが横のカバーやと思います。説明書はね、入ってるんですけど、全編英語になってます。紙1枚入ってるだけですね。じゃあまずね、これ組み立てていきます。至って簡単で、これ下の方に上を差し込むだけ、これだけです。で、この同じもの2つあるんですけどね、と1個大きさ違い、大きさ違いのやつはここに穴開いてあるんですけど、これがね、後ろです。こうなってるんですけどね、このへこんでへこんでる方が上に来るように取り付けます。ウィンドガードをね、つけるんですけど、メーカーのカートっていう名前があるんですが、ちょっとこうひっくり返してつけてですね、なんかあのアウトドアっぽいシールとかに貼り替えたいと思うんで、こちらでつけていきます。これとちょっと短いネジ、これを3つともつけます。で、この上からこれを通すと、ほんで後ろで受けると、この長いのをこうつけといて、スペーサーをここに入れて、こうですね、大きい方が下側の方につけますと。こんな感じで仮止めしていきます。綺麗に位置を決めて本締めしていきます。はい、またこの後ろのパーツのこの山型の方をこんな感じかな。
何知らんけども、この有効寸法っていうのがあって、規格上ね73センチまでやねんけど、これベゼルは74センチです。で1センチぐらいやったら入ると思うんで乗っけてみたいと思います。はい、いけますね。ここの間に止めが来るんですよ。だからこことここに来てるんで問題ないはずです。これをここに、この羽とこいつを合わせればこんな感じかな。こいつをまず上に乗っけて、このねネジを外して下から通して締め上げていくと。これを4箇所締めていきます。あとただネジがちょい長いんでめっちゃ暇がかかると思うんだけど、こんな感じでね取り付けが完了しました。ちょっとね今日めちゃくちゃ天気良くてね汗だくなったから着替えてきましたが、取り付けしてる時にちょっとびちゃびちゃの服でやってたんでね、皆様にはお見苦しい点をお見せしまして申し訳ございませんでした。こちらのベースキャリアの最大積載量が確か70キロぐらいやったと思います。で、このルーフラック自体が10キロと考えると、ここに載せれる積載量は約60キロとなります。こういうツールボックスというんですかね、これをね載せてみます。まあねこんな感じで簡単に載せることができます。ちょっとね欠点としてはこの下のネジがね長いんですよ。これねこのネジが長いんですよ、ちょっとね。だからこの底付きするものがねあると思うんで、当たらないように板を乗せるであったりとか、かさ上げするであったりとかする処置が必要な場合もあります。そこら辺はね調整してみてください。でね、このまま乗してると、まあ走ってたらね飛んでいっちゃったりするんで、これを止めるためにこういうねホームセンターで売ってますにじめ器ありますんで、これで締めたり、専用のネットが売ってるんでね、そちらを購入するのもいいと思います。うちの場合はですねルーフバッグというものを使ってました。それをここに乗っけて、そのルーフバッグの中に荷物を乗せて蓋をすることによって防水が可能になります。このルーフラックの最大の弱点としてはルーフボックスと違って防水機能がないということなんで、そのバッグと一緒に使うことで濡れないように荷物を運べるという使い方ができます。それではねルーフバッグ一回出してみましょう。こちらが、ついこの間まで使ってたルーフバッグです。このルーフバッグもまたあの概要欄に、多分ね今これ品切れのはずなんで、よく似たものをね探して貼っときますんで、こちらもね興味ある方一回見てみてください。こんな感じですね。ちょっとねラックの方が数センチ小さいんですけど、まあ気にならない程度物が入ると思います。このカーゴバッグ自体がだいたい350ぐらい入ったやつやと思います。350リッターぐらい。テント、タフワイドドームテントセットで、寝袋2つで、あとポール類と、キッチンラックとテーブルと、まだ他にもねマットとかも載せれるんで、かなり容量増えたんじゃないかなと思います。というわけで本日はこのベゼルにルーフラック取り付けてみたという動画でした。はい、久しぶりに思いっきり働いたんでかなり疲れました。この動画役に立ちそう、面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もねポチッといっといてあってください。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごさんごむびっこうでした。